とは、製材時に発生するおがくずを圧縮加熱成形して製造するおがらいとを主な原料とした木炭である。製法や炭としての性質は白炭に似ており、太陽炭、おがびん長炭といった商品名の場合もある。中国語では、おが炭を含めた成形木炭類は一律に原子炭または規制炭と呼んでいる。 炭火焼きの飲食店で多用されているものの、一般への知名度が低く、形状の印象から石炭製の練炭と誤解されている場合もある。材木の製材時、その工程により、材木の7%がおがくずとなるため、これを扱いやすい燃料として再活用するために、おがらいとの原型が1925年に研究開発された。 その後1950年代の高度成長期に伴って建築製材で大量に発生したおがくずを利用しておがらいとの大規模な大量生産が開始された。そのおがらいとを原料として製造された燃料がおがたんである。現在流通しているおがたんの多くは中国や東南アジア諸国などのおがくずを原料とし製材の副産物として現地で産廃として廃棄されていた。 大量のオガクずを日本企業の現地法人や合弁企業、日本の技術指導を受けた現地企業がオガタンに加工、生産している。一つの工場で月間千トンを超えるオガタン製造を行っている場合もある。一般的には熱処理成形した木質のオガライトから製造された木炭がオガタンと呼ばれているが、タイやベトナムなどの東南アジアでは、 現地で豊富にあるパームやし柄を炭焼きにし、これを、破砕機で粉末にした上で、タッピオカでんぷんなどで、小型状に固めて成形し、乾燥炉と、天日干しを経て加工された、成形木炭が、小型という名称で、日本向けに出荷されている。メディアを再生する、小型は、構造上、爆クトベがほとんど起きない小型は、おがくずを、圧縮加熱成形して作られた。 小柄糸を原料として炭化させたものであるため、形状は均一である。また、小柄糸の製法上、内部が、ちくわのように中空となっている。小柄糸の構造上、隅内に密閉した部分が少なく、パク飛ベがほとんどない。燃えた後の灰は、一般的に少ないと言われているが、原料となる木材と使用されている木の部位によっては、灰が多い場合もある。おがらの原料として、 近年の日本国内産では、柏など木炭に向く、木材原料に絞って製造している傾向がある。中国産の安価なものでは、杉や松を原料としたものがあり、棺しやすく火力は、ーが燃焼継続時間は短い。東南アジア産のものは、マングローブや、南洋材の原料が多い。小型炭は密閉した炭釜を、摂取1200度近くまで揚げ熟成させた後、 仕上げの最後に一気に空気を入れて未炭化成分を焼き飛ばし、急冷させ焼き締める。この製法は白炭に近く、性質も白炭に似る。大規模生産工場では、この一連の作業をオートメーション化している場合も多い。備長炭に似た性質でもあるため、商品名称に、小賀備長炭、備長炭といった感じで平気している場合も多い。着火に関しても白炭に似て、 黒炭などより手間を要し、非常に火起こししにくい性質のため、着火加工されたヤシガラ炭や、すでに起こっている木炭を種火として、小型炭に着火させる方法が確実である。火起こし方法を参照しかしその反面小型炭は、日持ちは良く、上質な製品では、摂氏鮮度前後という高い燃焼温度が、長時間得られ、例えば、バーベキューパーティーが4から5時間ほどに及ぶ場合は、 炭の付き足しも必要なく好都合である。また、廃入めた場合は12時間以上も燃焼が継続する。小型はグレードごとの形状と品質が均一で、品質の割に比較的安価であり、長時間の高温燃焼が持続し、燃焼臭や煙も目立たず、構造上爆飛ベの危険性がほとんどないので、飲食店などでの利用が多い。小型は、 上実のように安価で長時間安定した無臭の効果力が得られることから焼き鳥焼肉など炭焼き料理が中心の飲食店で調理用の燃料として多用されている。業務用途での需要が多いことから 10kg 単位で販売する業者が多く 30kg 以上から注文を受け付ける販売店も多い。小型の値段は様々であるが、 全般的に品質と価格は比例していると見てよい。穴のないタイプの小型円筒形、角の取れた四角形、六角形などがある。インドネシア産で六角形のものは、椿という商品名で流通している。形状が揃っていることから、箱に隙間なく並べて詰めてコンパクトに梱包、保管することができ、運送保管時のスペースと掛けや崩れが少ないというメリットもある。 最近は見栄えをより木炭に近づけるためと安定した長時間の燃焼効果を得るため中心が中空でない円筒形のものもある。成形時にガス抜きとなる中空部分がない形状は製造が難しい。オガは性質的には白炭に近いことから黒ずみより燃焼継続時間が長くバーベキューに利用した場合3から4時間は高温で燃え続けている場合もあるので 短時間のバーベキューの場合は、火消し処理等で注意が必要である。木炭、小型炭は、練炭や豆炭とは異なり、硫黄や、鉱物臭はしないものの、同様に地酸化炭素など有害な燃焼ガスを多量に発生するので、室内での七輪や色りなど、換気が十分でない屋内での使用には注意を払う必要がある。 生産者団体の全国オガライト共同組合は、最盛期の昭和40年代から50年代にかけては、正規化名業者が900社に迫るほどであったが、石油やガスに燃料需要が推移したため解散した。しかし2003年以降に始まった中国産炭の輸出規制や、近年の焼肉チェーン店での旺盛なオガタン需要を受け、日本オガタン生産者協議会として、 その後再結成されている、いろり座宅使用時の一酸化炭素中毒に注意、国民生活センター東京都飲食業、生活衛生同業組合、炭部屋飲食店における一酸化炭素中毒事故の防止について、ありがとうございます。